バンドラの箱ダザイ治前回の続きからです君、正直な人っていいものだね単純な人って尊いものだね僕は今まで たけさんの気の良さを少し軽蔑していたがあれは間違いだったさすがに君は目が高いとても麻婆なんかとは比べ物にもならないたけさんの愛情は人を堕落させないこれは大したものだ僕もあんな正しい愛情の人になるつもりだ僕は一日一日高く飛ぶ 周囲の空気が次第に冷たく澄んでくる。断じ必須危機一髪とやら新しい男は常に気所に遊んでそして身軽くくぐり抜けすり抜けて飛んでゆく。こうして考えてみると秋もまた悪くないようだ。少し肌寒くていい気持ち。 麻婆の夢は悪い夢で早く忘れてしまいたいがたけさんの夢はもしこれが夢であったら永遠に冷めずにいてくれるといいのろけなんかじゃないんだよ10月7日片パン1背景ひどい嵐だったね 脇というものなのなかしら。これではアメリカの進駐軍も驚いているだろう。いいしにも4500人来ているそうだがまだこの辺には一度も現れないようだ。やたらに怯えて物笑いになるなと情長から訓示もあったしこの道場の人たちは割合にぶ然としている。ただ一人。 きんととさんだけちょっとしょんぼりしていてみなにからかわれているきんととさんは23日前雨の中を用事でいいしに行ってきたそうだが道場へ帰って夜みなと一緒に就寝してからしくしく泣いたどうしたのどうしたのとみなに尋ねられてきんととさんのしゃくり上げながら物語るのを聞けば おおよそ次のごととき事情であったというキントトさんは町で用事を済まして帰りのバスを待ち合い所で待っていたら土砂降りの中をアメリカの空のトラックが走ってきてそうしてどうやら故障を起こしたらしくバスの待ち合い所のちょうど前で止まり運転台から子供のような若いアメリカ兵が2人飛び降り 雨に打たれながら周囲に取り掛かって、なかなか修理が済まぬ様子で濡れねずみの姿でいつまでも黙々と機械をいじくりやがてキンとさんたちのバスがやってきたがキンとトさんは待合所から走り出てバスに乗りかけその時まるで夢中で自分の風呂敷包みの中の梨を一つずつそのアメリカの少年たちに与え サンキューという声を背後に聞いてバスの奥に駆け込んだ途端に発車それだけのことであったが道庁へ帰りつき次第に落ち着いてくるとともになんとも言えず恐ろしく心配で心配でたまらなくなりついに夜布団を頭からかぶって一人でメソメソ泣き出すに至ったのだというのであるこのニュースはもうその翌朝 早くも道場全体に広がり、無理もないというものもあり、けしからぬというものもあり、わけがわからんというものもあり、とにかくみんな大笑いであった。金ととさんはからかわれてもニコリともせず首を振って、まだ胸がドキドキすると言っている。それともう一人、同室のカパンさんが、このごろひどくうかの顔をしている。 何か反問の要素に見受けられたが果たして彼にもまた一種奇妙な苦労があったのである「一体このタパンという人物は秘密主義というのかもったいぶっているというのか僕たちを点で相手にせずいつまでも他人行儀で甚だ気詰まりな存在であったがおとといの夜あのような嵐で」 7時少し過ぎた頃から停電になってそのために夜の摩擦もなかったしまた学生器も停電のため休みになって夜の報道も聞かれなかったから熟成たちはみんな早寝ということになったのであるけれども風の音がひどいので誰も眠られずカッポレは小声で歌を歌うし 氏は自分のベッドの引き出しからろうそくを探し出してそれに点火して枕元に立てベッドの上に大あぐらをかいて自分のスリッパの修繕に一生懸命であるひどい風ですね」とカタパンが妙に笑いながら私たちの方はやってきたカタパンが他人のベッドのところへ遊びに来るなんて 実に珍しいことであった。2。蛾が明かりを慕って飛んでくるように人間もまたこんな嵐の夜にはろうそくの貧しげな光でも懐かしく吸い寄せられてくるのかもしれないと僕は思った。A. 僕は上半身を起こして彼を迎え。 新中軍もこの嵐には驚いているでしょう」と言った。彼はいよいよ妙に笑い。いや何それがね。と少しおどけたような口調でいい。問題はその進駐軍なんです。とにかく君これを読んでみてください。そうして僕に一枚の便箋を手渡した。 瓶線には英語がいっぱい書かれている。英語は僕、読めません。と僕は顔を赤くして言った。読めますよ。君たちくらいの中学校から出たての年頃が一番英語を覚えているものです。僕たちはもう忘れてしまいました。ニヤニヤ笑いながら言った。 僕のベッドの端に腰を下ろし、僕にだけ聞こえるように急に声を低くして、実はね、これは僕の書いた英文なんです。きっと文法の間違いがあるだろうから、君に直してもらいたいんです。嫁はわかるだろうが、どうもこの道場の人たちは、僕をよっぽど英語の達人だと買いかぶっているらしく、今にこの道場へアメリカの兵隊が来たら、 あるいは僕を通訳として引っ張り出すかもしれないんだ。その時のことを思うと僕は心配でしょうがないんですよ。さあしてくれたまえ。と言って誰れ隠しみたいにうふうと笑った。だってあなたは本当に英語がよくおできになるようじゃありませんかと僕は便箋をぼんやり眺めながら言った。 冗談じゃない。とてもそんな通訳なんてできやしないよ。どうも僕は少し調子に乗って、女子たちに英語の披露をしすぎたんだ。これで通訳なんかに引っ張り出されて、僕がヘドモド孫継いでいるところを見られたら、あの女子たちがどんなに僕を軽蔑するかわかりやしない。どうもこんなに弱ったことはない。このごろそれが心配で夜もよく眠られないくらいなんだ。 ご観察に任せるよ」と言ってまたうふふと笑った「僕は便箋の英文を読んでみた」「ところどころ僕の知らない単語などがあったが大体いい次のような意味の英文であった」君「君怒りたもうことなかれこの失礼を許したまえ我輩は哀れな男である」 なぜならば我が輩は英語において、聞き取ることも言うことも、その他のことも、すべて悪語のできることである。それらの行為は我が輩の能力のはるか彼方に横たわっているのである。のみならず、かつまた我が輩は肺病である。君、注意せよ。危ない。 君に伝染の可能性すこぶる多大である。しかしながら我が輩は君を深く信じる。神の皆において君は非常に気品高き紳士であることを認める。君は必ずこの哀れな男に同情を持つであろうことを我が輩は疑わないのである。我が輩は英語の会話においてほとんど不具者であるが。 ろうじて読むここととと書くことができる。「もし君が十分の親切心と忍耐力等を保有しているならば君の今日の用事をこの紙片に書ききたしめてほしい」「しかして1時間の忍耐を示してほしい」「我が輩はその期間に我が輩自身を我が輩の資質に密閉し」 君の文章を研究し、しかして、我輩の答えを我輩の能力の最大をいたして書きしたためるであろう。君の健康を熱烈に祈る、我輩の貧弱にして終わくなる文章を決して怒りたもうな。